サチュロス、サチュロス、複数形サテュロイ、は、ギリシア神話に登場する、半人半獣の自然の精霊である。ローマ神話にも現れ、ローマの森の精霊、パウノスやギリシアの牧羊神パーンと、しばしば同詞された。自然の法上の化身、浴場の塊として表現される。その名前の由来を断根に求める説がある。森や山に出没し、 パーンやディオニューソスが仲間である。ホメーロスによる言及はないものの、ヘイシオドスの著作の断片では、山のニュムペイやクーレース、レアーを崇拝する九人の男性の踊り手の兄と呼ばれており、怠惰で無用の種族とされている。彼らはディオニュソス信仰と強く結びついている。男性のディオニューソス信仰と強く結びついている。男性のディオニューソス信者がサチュロスで、女性信者がマイナス、マイナデスである。 中世においては、動物類イタの作者たちの間でサチュロスは、新種の猿と混同された。またカール・リンネによって命名されたオランウータンの、最初の学名はサチュロスにちなみシュミア・サティルスという。彼らは、いたずら好きだったが、同時にシアオ神社でもあった。破壊的で危険であり、また恥ずかしがり屋で臆病だった。ディオニュソス的な生き物として、彼らは、ワインと女性と、 男性、美少年を愛し、アウロスという笛、シンバル、カスタネット、バグパイプといった楽器の音楽に乗って、ニュームベートを踊ったり口説いたりした。人間にとっては、激しい恐怖だった。彼らは、ディオニューソスのドンちゃん騒ぎに絡めて語られることが多く、神話や伝説の中では、マイガーな存在である。スキニス、という特徴ある踊りを踊った。 本能的にあらゆる肉体的快楽をぶさぼろうとした。ブドウとツタで作った花輪を頭に乗せ、ディオニューソスに倣って、ヒョウやヤギ、小時間の皮をまとっていたが、それ以外は裸で、ファルスをそびえ立たせていた。彼らはワイングラスを手に持って描かれることがしばしばで、あって、ワイングラスの装飾としても用いられることがある。彼らはしばしば松傘を先につけた、ディオニューソスの杖。 チュルソスを持ち歩いている。サチュロスは、不死の神ではなく、年を取れば死んだ。彩色書とギリシアの工芸品に、人間の人生の三段階に合わせたサチュロスの絵がある。成人したサチュロスは、顎げがあり、禿げている。禿げていることは、ギリシア文化においては、屈辱的で体裁の悪いことだった。高齢のサチュロスは、通常シーレーノスと呼ばれた。 犯人半馬の飲んだクれである。彼は、パーンの息子と言われ、ディオニューソスの養父、先生にして酒飲み仲間である。サチュロスは暴力によっても死んだ。彼らは、神話上のディオニューソスのインド行軍で戦死している。ノンノスによると、サチュロスの一人マルシュアースは、アポローンと音楽の腕を競って破れ、罰として生きながら、全身の皮を剥がれて死んだ。 成熟したサチュロスは前頭部にヤギの角を持つが、若いサチュロスはそこに骨張った突起を生やしている。アッティカの彩色画記に描かれたサチュロスは平らな鼻、尖った大きな耳、長く巻いた髪、立派な顎髭、馬かヤギの尾部を持っている。乳首のような突起、フィリアを頸部に持つこともある。彼らは様々なスタイルで描かれる。 上半身が人間で下半身がヤギというのが最も多い。字には角を生やしている。それほど多くはないが、下半身が馬であることもある。いずれにせよ、長くて太い音、常時勃起しっぱなしの陰形を持っている。時代が下るにつれ、人間風に描かれるようになり、獣としての性格を失ってゆく。最後は、尻尾だけがサチュロスであることを伺わせるところまで至った。 馴染みのあるギリシアのサチュロスの描写法は眠ったサチュロスである参照。これはヘレニズム時代のギリシア彫刻をローマ人が複製したものでワインと快楽に溺れる筋肉質のサチュロスである。頭部をダラリと下げ極端でない程度に感能的なポーズをとっている。百九十八年にシチリアとチュニスの間の深海に沈んだナンパ船から 紀元前4世紀聖度のサチュロスのトリソーが引き上げられ、シチリアの松原、デルバ・アンローで公開されている。これも類似のポーズをとっている。初期のギリシアでは、サチュロスは年老いた怪物的な姿で描かれ、下半身も人間の姿であった。ギリシアの彫刻や絵画に描かれているサチュロスも、紀元前4世紀以前のものは人の姿をしていること多いが、それを境に、 半人半獣の姿で描かれることが多くなっていった。後年の作品では、特にアッティカにおいて、迷惘な性格は和らげられ、もっと若く優美な特徴を示すようになった。プラクシテレスの複製と言われている有名な像では、サチュロスは笛を手にし、優美に木に持たれている。アッティカには、サチュロス劇と呼ばれる劇があった。これは、神々と英雄たちの伝説のパロディで、 サチュロスが合唱を務めた。エウリーピデースのキュクロープスの劇は、その種のものの現存する唯一の例である、サチュロス劇。年寄りのサチュロスは、シーレーノス。若いサチュロスは、サテュリスキと呼ばれた。口述のように彼らは、ローマ詩人によってしばしば、ファウヌスと混同された。サチュロスの恥ずかしがり屋で臆病な面を象徴したのは、ヤトである。 近代ギリシアの一部地域ではカリカンジャロスという妖怪がイニシエのサチュロスに似ているとされる。彼らはヤギの耳とロバ、またはヤギの足を持ち、毛で覆われ、女好きで踊りを好む。パルナッソスさんのボクフラはヤトとヤギの王である山の間を信じている。近帝約聖書のイザヤ書十三章二十一節と三十四章十四節の中でセイターは ヘブライ語のセイリム、毛のあるものを指す言葉として用いられており、ユダヤの民間伝承におけるアラノに住むままのない死は、超自然的な存在を意味している。セイリムへ生贄を捧げる儀式があったことを、レビキ17章7節はほのめかしている。それらは、アラブ人の古い伝説にある、アザップあるイコールアカバ、アザブあるアカバ、峠のケムクジャラの魔物と、関連があるかもしれない。 アテーイでのサチュロス劇、紀元前後世紀では、サチュロスとシーレーノスによる合唱、コロスが舞台の所作に対する注釈役を担っていた。このサチュロス劇では神話におけるシリアスな出来事を、ギガ化してわい雑な無言劇として演じ、ボロクソに嘲笑した。紀元前後世紀から、完全な形で残っている、サチュロス劇が一つだけある。エウリーピレースのキュクロープスである。 ソポクレースの書いたサチュロス劇の長い断片がパピルスに残っている。題はイクニューティ、サチュロスを追ってであり、エジプトのオクシリンコスで1907年に発見された。ローマではサチュロスは森の聖ファウヌスにまつわる広く知られた詩的な創造と混交した。また、ソヤな聖であるパーンとも関連づけられ、パーンの眷属、ペインズとみなされた。 ギリシアでは優美なサチュロスが描かれるようになったが、ローマでは再び殿部から、ひづめまでがヤギに似た姿にイメージされた。ローマのサチュロスはしばしば大きな角を持って描かれる。子羊の角の場合もある。キリスト教神話は一部の異教的な自然の精霊を悪魔として仕立て上げた。サチュロスもデモンやデビルに関連付けられた。確かに彼らはユダヤのヤギ男である魔物。 アザゼルに似てはいて、その魔物は、イケニエのヤギ、スケープコートを要求した、サタン。ローマの風刺は、文学形式の一つで、死のような随筆であり、辛辣で、破壊的な公的ない死的な批評活動である。ローマの風刺は時として、無視料に、ギリシアのサチュロス劇と関連付けられが、関連性といっても、風刺とそれとの関連はどちらも、破壊的であり、 都市化や文明に対して反抗的であったことに尽きる。なお、サチュロスはパンやファウヌスと混合して芸術の題材になった。パン関連項目3章。子供のサチュロスはサチュロスに関係した伝説上の生物である。民話、古典工芸、映画、その他様々な郷土工芸に現れる。古典工芸には若いサチュロスが年取ったシラフのサチュロスから 注意されている様子が描かれることがある。一方で、子供のサチュロスがディオニューソス信仰に参加し、楽器を奏で踊りを踊っている姿も描かれている。子供のサチュロスがギリシアの花瓶といった古典作品に現れる。これは表面上は主に芸術家の神秘眼によるものである。だが、ギリシア芸術における子供の役割からすると、 子供のサチュロスにはそれ以上の意味があったに違いない。エロース、すなわち、アプロディーテーの息子である。エロースは常に子供ないし、赤子として表され、数え切れないほどの作品の中で、そこにはしばしば、サチュロスと共に、サチュロスの聖なる親玉であるバックス、ディオニューソスが、赤子の姿で現れている。古代ギリシア以外の子供のサチュロスの中でズバ抜けた、例が、 アルブレヒト・デューラーの版画、音楽を奏でるサチュロス、ニュムペート・アカゴもしくは、サチュロスの家族ミューザッカルセイターニムフウィズ・ベビー、1505年である。ロココ時代にもバックス祭の会が、バッカンテに噴した、プレボスト城、ミル・プレイ・ボ・アズ・エー・バッチャンテでは、オペラ座の踊り子プレボスト城が、バックス祭の中で踊り、子供のサチュロスがタンブリンを叩いている。 ビクトリア時代のナプキンリングには子供のサチュロスが樽の横に描かれ子供のサチュロスがバックス祭に参加しているという認識が表されている子供のサチュロスは現代美術にも見られる子供のサチュロスではないかと推測されるものが様々な地域の民話や現代の神話学に浮かび上がってくるギリシア志考の大学祭ではバックス風のキャラクターが現れるその中には 子供のサチュロスも出てくる。プーカはアイルランド及びウェールズの神話に現れる森の妖精、フェアリーである。プーカは最も恐ろしいフェアリーであって様々な形態をとるが、その中に黒ヤギがある。この名前をとり、サチュロス類似の半人半ヤギで柳で作った笛を愛好する妖精をパックと呼んだ。パックはウィリアム・シェイクスピアの夏の夜の夢で陽気な妖精とし、 描かれ、有名になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。